だけど障害のある当事者の方の研修ってやってます？特に知的障害か精神障害の領域でご本人たちが虐待とは何かを学んだり虐待を受けた時にどういう行動を起こしてどこに相談に行ったらいいのか、相談の仕方が分かんなかったらロールプレイをやってどういうふうに伝えたらいいのかとか、そういう研修やってます？あんま聞かないですよ。だからこれをやらないと誰のための法律なんだっていうところ、これやりましょうよ。だからもし事業所さんでね、自治会とかね、そういうこう機会あったらですね、自治会なんかでやられたらいいと思うんですよね。虐待とは何かってね、それもできれば利用者さんが講師になってやったらいいです。利用者さんが講師で、僕はP&A 研究会神奈川、通称パックっていうのは今年で10周年横浜で年に1回やってます。そこには大体メンバー常連さんで固まってきてますけど、知的障害の方が20名弱ぐらい来られますかね。でそこで1日かけて午前中は虐待とは何かなんていうのをみんなで学んで、で午後はロールプレイヤーや実際に横浜の駅で昔キャッチセールスとかよくやってましたからね、ああいうの引っかかっちゃった人いますよ。そういうのに引っかからないようにするにはどうやってこだわったらいいかとかね、そういうのをロールプレイヤーって練習したりするわけです。そこまでやんないとだって引っかかっちゃいますもん、ね、頭で分かっただけじゃなくて体でこうやっぱ体験して学んでいかないということが ありますからね。そうするとですね、やっぱ彼らはね自信がつくんですよ。みんなで話してる時にですね、何そういうことで悩んでるの、私はこういうふうにして解決したよとかね、他のメンバーに教えたりなんかする、こういう方法でこの前やったらうまくいったよ。それから最近ここ1、2年ぐらいはですね、虐待とは何かについて利用者さん、当事者の方、インストラクターって呼んでるんですけど、その方がお話できるんですね、ここ1、2年。これはね、彼らにとって大変自信になることなんですよ。それでね、例えば皆さんのところに利用者、当事者の方が育ってた、知的障害の方が育ってて、僕が偉そうにここで虐待とはですね、なんてやって、やったって、ね、ダメなんです。それよりは、同じ障害を持った方がここに立って、でみんな、虐待とはね、ってやった方が、やっぱ通じるんですよね。だからそういうところが今一番求められてるんじゃないかなっていう僕は気がしますけどね。